災害の際に安否がわからない人について国は先週家族の同意がなくても氏名などの情報を公表するよう促す指針案をまとめましたこれについて村井知事は全国一律になることで混乱がなくなると評価しました指針案は8日に内閣府が公表したもので災害で安否がわからなくなった人について救助活動を優先するため 家族の同意がなくても自治体が速やかに名前などを公表するべきとしていますおととし起きた静岡県熱海市の土石流災害で安否不明者の名前を公表したところ多くの人の安否が確認でき捜査活動が進んだことなどを踏まえ有識者を交え議論が行われていました一方で家庭内暴力の被害者などについては公表前に 住民基本台帳の閲覧制限がかかっているか確認するなど配慮を求めています村井知事は国が指針案を出してきたことを評価します法律によって全国一律同じ対応ができるようになりますのでそういった意味では混乱なくですね 隣の県隣の町で対応が変わるということがなくなるということであればありますのでそういった点で非常に私はいいのではないかと思います県は2018年の西日本豪雨災害などを受け氏名公表基準を協議し去年3月に名前、年齢、性別などを公表することを定めています。また専門家も指針が統一されることで 広域災害にも対応ししやすくなると話しまは特にあの大雨災害なんかですと、まあ、非常に広域的で、まあ、いろんな県をまたがってですね発生するわけですね、全国的に統一的なまあ、基準であったり、まあ、ガイドラインが示されるというのは、まあ、同じ災害が起きたときにです、ね、都道府県間でまあ、格差ができないという状況を生むためにも、ですね、まあ、非常に重要なご提言だったというふうに思います。 また安否不明者の氏名を公表することで捜索の効率化を図れると見ています不明者の方がおられるであろう場所に集中的にその捜索の人員を配置したいわけですね、私は不明者ではなくてここに生存していますということが分かればです、ね、そこに咲く人員を除外してです、ね、違うところに人員を当てられるという意味で捜索の効率化につながるというふうに思います。